バンブーエアウェイズは、ベトナムの複合企業、FLC グループが設立した航空会社である。ベトナムの副首相であるチンディンズンの認可を受け2018年に設立され、リースされたエアバス A320 型機にて2019年1月から運航を開始した。同社は、国外とベトナムのレジャー目的地を結ぶ路線と、特定の国内路線を中心に、 サービス展開を予定している。2019年には台湾の台北、高尾と韓国のソウルなど、東南アジアや東アジア路線に就航、日本線も就航を強く希望している。2020年4月28日、日本の国土交通省から外国人、国際航空運送事業の経営許可を取得した。2021年11月2日より、 成田ハノイ線が週1便で運行を開始する予定である。また、ホーチミン市とロサンゼルスとサンフランシスコ両市への直行便を2021年9月より運行すると発表。実現すれば、ベトナムとアメリカを直行便でつなぐ唯一の航空会社となる。2021年9月現在バンブーエアウェイズの A321 ネオ初号機2018年3月。 FLC グループが新規航空会社のバンブーエアウェイズ向けに最大24機の A321 ネオを発注する覚書を締結し、同年6月25日にはボーイングが787から9型機を20機発注するコミットメントを獲得したと発表し、翌年の2月にはさらに10機が追加された。これらに加えて十五機のボーイング737マックスを 追加発注することも検討されている。バンブーエアウェイズは、エアバス社から機材を受領する前に、リース機材を大量導入することで運行を開始した。2019年12月から2020年1月に、かけて、787から旧型機を3機受領して、主に、ハノイ放置民線で運行している。運用機材、2020年2月現在。ありがとうございます。